かしせなかっこよく正義としよう。では、何待っていろ。ご飯ですね。朝っぱらからあくびか。だらしがないぞ。そうだったのか。すまない。ゆっくり休んでくれ。それで、その鬼とやらは退治できたのか。私、いいこと考えた。おとり作戦、やってみる。ここが鬼が住むという廃墟か。想像以上にどんよりしているな。それじゃあ、この廃墟の張り込みはドレイクとクックにお願いするにゃ。この廃墟の見張り、私とドレイクさん二人だけで。おいおい、こんな人気のないところを見張っても仕方ないだろう。敵はどこに潜んでいるかわからにゃいからにゃ。にゃーに、二人なら大丈夫にゃ。それじゃあ、二人とも、ほわらな。あ、ふいふー。待て、ジパングを、ディーチ、カメハネハ。待ってくださーい。行っちゃったです。行ってしまったな。行ってしまった。なんだか生温かい、変な風が。ダメですよ、ドレイクさん。気のせいです。絶対気のせいです。そうだな。気のせいだ。なんだ、ただの布じゃないか。脅かすのは、やめてくださいです。何か喋ってくれ。沈黙が怖い。何かって言われても。昔本で読んだ。お化け怖がる人いないと出てこない。お化けが出るなら鬼も出てくる。あの二人敵人。ついでに言うと、ドレイクは幽霊の磁石みたいにゃものだからにゃ。そろそろ集まってくる頃だにゃ。そうです、ドレイクさん。転ぶとは危ないですし、手をつなぎましょうです。手だって。そうです。こういう時は手をつないでお互いを支え合うのが。手なら、手ならさっきからずっとつないでるじゃないか。ドレイクさん、私まだ手はつないでないです。じゃあドレイクさんがつないでるって。ってに行こうじゃないか。
分かった。行こう。私一人で十分よ。了解です。さあ、行こう。どうしてやろうかしら。頑張ってみよう。はっ、まだです。戦闘が好きだ。耐えてみろ。私の足技受けてみなさい。ターボキック。ただじゃ済まさないわよ。誰が相手かな。えい、この程度ここで散ります。さて、行くとしますか。はいはい、きっと小せえ小せえ。覚悟してくださいね。待っててくださいね。応援ありがとうね。ありがとう。親切だな。駆け抜けるわよ。泣いちゃダメよ。やっぱり誰もついてこれなかったわね。これが大丈夫に見えたら名車に行け。足が。安心したら腰が抜けたんだ。なんでおんぶなんか。バカ、死ぬかと思ったじゃないか。バカ。ドレイクはもう死んでるにゃ。うるさーい。バカ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 。ドレイク、おんぶされてる。ラブラブ、ピリアロハ。バカー、怖かったんだぞ。バカ、助けに来るのが50年遅いんです。マゼランちゃんのバカバカバカ。クークちゃん、さすがに目を打たれると痛いよ。バカ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 野郎です。耳の中も打たれると結構痛いんだね。やったじゃないか。武器の手。
しまいです。さて何をさせられるの。なってよかった。やったじゃないか。
で大丈夫です。いっちゃん、どうすんの。まだかと卵決着をつけよう。げっ、それは私頑張ってさ、それは私何を、私山はいい天気だね。あっ、中かわちゃん見て、そうか姉さん、にゃ選ぶの用が、ほら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 、火が安水してくるにゃ。次のさ、私が行くのか、天気なの。お、海に出たいな。いつでも分かった。あのですね、ティーチさんが猫になってしまった原因、そのなんとかっていう魔導書に呪いを解く手がかりがあるんじゃないかと。そうかもしれにゃいけど、そもそも中身が読めないからにゃ、無駄だと思うにゃ。なるほど、その手があったにゃ。昔の海賊の隠れ家にゃね。昔の隠れ家は今よりも面白い罠が満載にゃ。ビルにとってはいい勉強になると思うにゃよ。白い罠ってなんだかハードルが高そうですよ。ふにゃ、嫌ならやめとくかにゃ。ティーチさんが罠の解除をしてくれれば何事もなく回収できるんじゃ。ウィル、さすがにそれは甘えすぎにゃ。よし、ジパングを案内するから今から早速行ってみるにゃ。ウィルは強制参加にゃよ。この洞窟が、洞窟の入り口に蛇がうようよしてます。ダメです、帰りましょう。蛇くらいで驚いてたら心臓がいくつあっても足りにゃにゃ。いいから入るにゃよ、ゴーゴーにゃ。うわー、向こうで待ってるから。派手に行こうじゃないか。承知した、決着をつけよう。バッサー行こう。やりますよ。さあ勝負ね。それじゃあ頑張ってみよう。はっ、よし、はいはいと。ご命令をお願いしますね。せー、誰が相手かな。ついてきなさい。どうするかな。行く、前に行こうか。さあ足、了解。
ろうかしら。前に行けばいいのね。まだ行けないよ。子猫ちゃんたち、よろしくね。じゃあ、行くよ。さあ、行こうか。行きに行こうかね。さあ、行こうかい。ダルビッシュ、やるな。みんな、行くぞ。そこだ。ウルファー。さあ、勝負ね。私の距離ね。どうしましょうか。やあ。みんなを守ることができてよかった。さて、宝物庫に到着にゃ。あったあった、これが目的の魔導書にゃね。ふにゃ、装丁に傷が入ってて、傷の部分がうっすら光ってるにゃ。足を踏ませてしまいました。ごめんなさい。ゲットにゃよ。飲むんですかい。よし、あれ、セナンガ、成功。やってやれないことはないよ。賭け事か。早く聞くぞ。何さ、聞いて片付けてくるにゃ。そうです、主なターゲットはペンギンやアザラシ。放っておけないです。アルビダ姉さんは二日酔いでお休みにゃ。決まっているだろう。密漁者を駆逐するためだ。ペンギンとアザラシは私が守る。そしてお礼代わりに数匹連れて帰る。連れて帰るのはダメです。あの船、密漁者だと思います。了解です。はじめまして、フィンランド海賊団です。もしですね、密漁とかそういう悪いことしてると、ダメです。ウィル、そんな弱腰の警告があるか。しっかり脅せ。ふぃー、
いる。言い返してやるにゃ。は、はい。ティーチさんは猫なので飼い犬の部分は訂正していただけると。そうじゃにゃにゃ。いる。お前ふざけてるのか。いや、そのふざけてるつもりは。ごめんなさい。こうなったら全力で排除してやるにゃ。敵戦に乗り込むにゃよ。おもかじいっぱい。よーそろー。あれ、ドレイクさん火事が効かないんですけど。なんだと。ん、なんだ、焦げ臭いぞ。嫌がるペンギンたちを拉致するだけでなく、犬のことまでバカにするとは。この世に打犬などいないということを私が分からせてやる。にゃー、ダケル、燃えすぎ、燃えすぎにゃー。ダケルさん、どうしてそんなに怒ってるですか。まずい、このままだと密漁者たちの船に突っ込むぞ。うぃー、ぶつかる。この船はもうダメだ。やむを得ん、密漁者たちの船に乗り込め。あ、死にたくない、死にたくないです。ぎゃー、尻尾が、尻尾が燃えてるにゃー。お前らのせいにゃー。オッケー、先に行ってるわ。さーて、まつりだ、まつり。きつ、わかった、行こう。人間をバッハッハ。成功するよう頑張るよ。お兄様、行きますね。それこら。僕でいいのかな。行くよ。こら！くそー！そら！しかも痛くないわ。力が余っているぞ！でい！あ、ちょっと！戦おう。泣かせちゃうかもね。揺れる！シーズンジャンズ。揺れる！よし、チーセーチーセー。こら、くそいただくとするよ。許すわけがなかろう。片取れ。タケル、ダメにゃ。こいつらの船まで燃やしたら帰りの船がにゃくにゃっちゃうにゃ。うわー、燃え移っちゃう。ペンギンたちがすごい勢いで逃げていくです。タケルさん、逆に嫌われちゃったんじゃ。密漁者退治にタケルは連れてきちゃダメにゃね。